こんにちは、元バンディット400V です。今回は開封動画をお届けします。ちょっと逆光で影になったりするところがあるんですけども、ご容赦ください。購入したのは、時計の充電ケーブルを購入しました。開けていきましょう。はい、多分あまり馴染みのないものだと思います。はい、ケーブルですね。で、対象の機器はこちらです。ガーミンのスマートウォッチですね。ランニングとか、ウォーキングとかするとき、あとは自転車でサイクリングするとかですね、そういうときにこれを使ってるんですけども、で、これが純正の充電ケーブルですね。で、実は同じケーブルをですね、昔購入して動画にアップしてます。で、その時は、これと同じようなですね、このクリップタイプのケーブルを購入しました。で、どうもですね、前回と同じなんですけども、これこれ充電端子が4つあります。で、ケーブルの方も当然充電端子が4つあるんですけども、なんて言うんでしょう、ピンがですね、こう4つあって、接触がうまくいくようにバネでこう飛び出してるんですね。まあ、そういう機構になってます。一個一個の小さい、端子がですね、で、その中の1箇所、これだと手前側の、端子が、劣化しちゃったみたいで、こう出てこなくなっちゃったんですね、上に。で、どうもそれが接触不良を起こしてうまく、充電できないという状況になっています。で、今電源入ってないですけども、ケーブルをですね、接続すると、違うわ、こうか、こう電源今こうガーミンっていう風に入って、ちょっと見えるかな。で、普通は普通にちゃんと電源が入って、充電の画面に普通はなるんですけども、どうもこの接触不良の関係だと思うんですけども、このガーミンマークが出っ放しで、充電も実はこれされてないという状況になりました。で、電池っていうか時計が壊れたのかなというふうに思ったんですけども、どうも多分この接触不良の影響でうまく充電できないのかなと思って今回買いましたが、従来は先ほど言ってみたいにこのクリップタイプのやつ、使ってたんですけども、今回はクリップタイプじゃなくって、こういう端子にですね、こうつける、つかねえな、あ、これダメですね、使えない、失敗しました。これ対応してるって書いてたんだけども、ダメですねこの機種、ガーミンの、フォーアスリート、これ 235J っていう機種なんですけども、ダメだねこれね。俺これで本当に行くんだろうかで不安になりながら買ったんですけども、ダメでした。なんでちょっともう一回買い直しですね。ちょっと中途半端になっちゃいましたけども、今回はガーミンの、充電ケーブル互換品ですね、の開封動画でした。以上です。